はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、続きをやっていきたいと思います。アノールロンドが、終わって、スモとオースタインを倒して棺の祭事場に戻ってきたところですね。でソウルが6万ソウルあって、次どこ行こうかなっていうのもちょっといろいろ考えたんですけど、まず6万ソウルはさすがにロストしたくないので、呪術をねちょっと買いましょう。でまずは呪術の日、これをねどんどん進化させていきましょう。6、今5か、6789、いけるとこまで行きます。10 ちょうどなくなったな。あ、ちょうどっていうか、まあ、11以降もいけるけど、あとちょっと待って、もう一回もう少し買い物をしたい。火の玉、火の玉は大したあれじゃないんだっけな。鉄の体激しい赤、一応これ買っとこう、なんとなく OK。 で回復にセットされてんのか。まあ、10まで上げれば結構強いと思うんだけどね。でもう転送がねできるようになったので、どっちがいいんだ、王女の間がいいのか、暗月の霊牢みたいなところがいいのかな。こっちへ行きますか。すべてのねこの火のところに転送ができるわけないので、できるわけではないのでアノールロンドで、これが来てないから、来てない時にガチャってやるんだな。で呼び寄せてる間にグレートクラブ、ああそうか、グレートアックスも使いたいって言ってたんだよね。グレートアックスプラゴか、どっちがいいんだろうな。グレートクラブの方がリーチは長そうだからね。これで上に行って、1個上のところだったっけ、絵画森のところは。そうするとまた、でもこいつら排除しないといけないのか、ここにいるやつらを。あー、そうだね、ちょっとめんどくさいね。まあでもやっていこう。え、こっちが降りてきやがったマジか、外した、おりゃっけ、おらー、よーし近づいてきたところを一気にぶん殴る、一体ずつだな。 OK、 次ダメージを食らってしまったが、近づいてきたところを飛びかかり、ゲー、外した、来い、ゲー、かわされるな、おらー、ほい、ゲー、超食らったレストのもう、よいしょー、どっせい、そいやー、ほいー、これでフィニッシュ、食らったー。ちょっと弓矢がなー、だいぶ減っちゃったんだけど、まあいっか、行きますか。ではここで調べる、これやるとねクリアするまで帰ってこれないんで。吸い込まれた、理屈はわからないけど、おかしな人形を持ってるとここに入れるっていう感じですね。エレミアス絵画世界で、こっち側はもう全然行けないんで先へ進んでいきましょう。あれ、これ大丈夫だよね、いきなり落ちたりしないよね、ジャンプしないと落ちるとか。生身か、俺、そういえば。
で、ここでもう、かがり火を灯しちゃいましょう。で、ここ自体はね、もうアノルロンドクリアできる力があれば、クリアはできるはずです。あ、ここら辺にいるんだな、亡者兵が。ゲー、つえ。あ、来た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 、ちょっと待って。振りが遅い。プレートクラブはマジで振りが遅い。でやっ、飛びかかりだな。ちょっともう一回復活しちゃうけど、休息します。一体ずつおびき寄せよう。両手持ちにする。ほいっけ、マジか。死ぬ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 。意外に強いからね。先っちょを当てる感じか。こんなんでさ、箱にサインがある。回復しよう。全回復はしなくなってきたな。どういくか。ここは多分逆側からだよね。こちら側からは開かない。回り込んでいこう。あそこにアイテムがある。右か上か。あ、右とかねえわ。登っていきましょう。一応縦は構えつついくか。こっち側もいけない。いるね。ちゃんと受けて。ほい。ちょっと待って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 。これはエストだな。ほら。よし、巻き込んで倒す。折れた直剣いらない。こいつは群れで出てくるからね。あそこに弓兵がいるな。軸をずらして、よいしょ。片手の振りでも倒せるんで。げっ、めんどくせえやつが出てきたな。これってどうすりゃいいんだっけ。そのままでいいんだっけ。なんか爆発しなかったっけ。猛毒になっちゃったよ。苔を使おう。安全なところ、ちょっと安全を確保して。苔玉を使わないと死んでしまう。どこだ苔、苔、苔。これエストももう飲んでこう。しょうがない。注ぎ火みたいなのがされたんだけど。こいつこっからか。これはとりあえずゲットしていって。ひでえ。こっちも呪術の火で対抗する。ここを呪術、魔法の位置は、また忘れちゃった。魔法って出るんだっけ。いつもセットの方法を忘れてしまう。武器、防具、アイテム、これで火球火の玉発火。あ、そうだ、あそこだ。無理だ。火のところでやらないといけなかったんだ。ちょっと待って、こっちの方が遅いね。弓一発。おお、危ない。遠距離から当たる？当たんないよね。ここはどうだ。お互い当たらない位置か。ならばこいつの方ってさ、降ってきたな。厄介なやつがギリギリのところで叩く。 OK。ハメハメハみたいな感じで撃ってんね。とどめは弓でなんとかしたいね。こっちにも行けるところはあるのか。下に落ちると、あー大丈夫。あそこどうやって行くんだ。カチャンカチャン言ってるけど、敵だよねどう考えても。
あ、ネズミちゃんがいる。ほい。当たらん。おりゃ。壁ぶったたいてるかんな。あ、あっちにもいるじゃん、ネズミが。おりゃ。これは勇敢な勇者の層。これだけ、まあ、これだけっぽいね。さて上に行きますか。ちょっとやっぱこっちから攻めていかなきゃいけないんだな。あそこにもアイテムがあるね。あそこにもアイテムがあるね。撃ってきてるね。うわ、呪術がいる。よし、来るね。ちょっと待って、すっげえ蹴るんだけど。じゃあ、あいつら超いっぱいいるし、これやばくねえか。どうする。来た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 。やむんだよ。まだ生きてるか。こんなとこでやられたら猛毒になる決まってんじゃん。無理だ。回収はしたけどきつい。回収したけどちょっときつい。一旦距離を取る。あいつだな、あのカメハメハみたいなの撃ってくるやつが危険だよ。いた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 。待って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 。こいつしかも猛毒になるしね。どうする。ですぐローリング。ただ後ろへローリング。よし、これで大丈夫。あとは左のカメハメハか。あいつだけになってくれれば。あそこか。どうやって行けばいいんだ。とりあえずこの壁にいればなんとかなる。ほい。一回ちょっと離れよう。撃った後軸さえずらせば。よし、ちょっと外したとしても先端に当てる。で、後ろへ即逃げる。 OK。 で、こっちの方なんかなかったっけ。これ落とせる。落とせるね。で、下でアイテムが多分取れるようになるんだな。あとこっちの方とかもね、気をつけていかないと。いきなり上とか出てくるからな。死んでる跡があるけど。なるほど、お前らか。ちょい待って、待って、当たらない、当たらない。きちっと回復していって。クラブやっぱちょっと遅いな。グレートアクスにするか。アイテムをゲット。ちょっとグレートアクスにすると、ただあれか、重いんだよね。いや、そこら辺は少しちょっと考えよう。グレートアクスにして、うん、こっちの方が直線的な動きは良さそうだね。ドッスンローリングになっちゃってるから、ドッスンローリングになっちゃってるから、重量少し減らさないとダメか。騎士系だな。手を 85.5 だから 42. いくつにしなきゃいけないんだけど、いやー、もう全部預けちった。マジか。これももうちょっと無理だかな。頭とかって、ズタ袋はちょっと怖い。ズタ袋は怖いからな。銀騎士とかめっちゃ重いし、ハーベルも重いしな。一回大橋の盾をちょっと軽いやつにする。銀騎士の方が軽いは軽いのか。ちょっと銀騎士にしよう。大橋を銀騎士にすれば、あ、そうだね、中ローリングでいけるね。
さて、あとここら辺ほんとわかんねえな。どういう道になってんだこれ。いけんのこっち。いけなそうだよね。落ちて死んでしまいそうだ。こっち側はここってあれじゃん、ドラゴンゾンビがいるところじゃん。ゴールとしてはなんかドラゴンゾンビさえ倒せばゴールだった気がするけど、まだまだなんかね、いろいろと行けるところがあるはずなんで、先にそっちを。あ、なんだ鳥。ほらほら、強えんだけど。でもめっちゃ揺れてる。何、ドラゴンゾンビが来てんじゃねえかよ。キャー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 。ちょっと待って、ちょっと待って、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 このヘドロが、ヘドロがすごい。復讐の証、なんか復讐の証をゲットした。行けなくなっちゃったよ、あっちに。げっ。あ、別に大したことないか。すげえ細い道かと思ったら、そうでもないな。あれ、霧に行けるね。もうドラゴンゾンビあんなとこで動き出すんだ。ちょ、暗いんですけど。これどこ？カラスがいっぱい。ちょっと待って、大丈夫これ？これファランクスみたいなやつだな。え？どうすりゃいいの？スキッパいる。槍投げてきてるし。火球あるんだよね。巻き込めるかな。あら、超弱え。こいつらは火が効かないのかな。どうだろうな。一発撃って、ちょ、これほんとどうすんの。いった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 。無理でしょう。ちょ、もう一回上に逃げよう。あ、これここ仕掛けで閉じられている。マジか。あそこへ通じる道かと思ったけど全然違ったな。ドラゴンゾンビがいるけど強引に突破しよう。一回強引に突破してこっち。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちから来たんだっけ。なんかもはや道が分かんねえな。違う、全然違う。落ちてった。まあいいや、倒してはないね。あ、入った、ソウル入った。狭っ、落ちろ。落ちてった。いいや、仕方しよう。もう一匹来るか。ん、取れる分だけ取っとこう。赤いサイン漏石、あそこにもいるよね。どうにもなんないけどさ。あ、アイテムがある。これ落ちて取れる？ダメージ食らったけど。ソウル、ソウルもな、結構残ってるんだよね。まあそれをね、破数用に使うのがやっぱ一番いいと思うんだけど。え、これさ、大丈夫か、ここ飛び降りて。大丈夫だった。狭い、こんな狭いところで戦いたくない。あー、なるほどなるほどなるほど、それでここに出るのね。で、あれ、これどこだっけ。あ、これあそこか。戦闘が繰り広げられてたとこから、こっちから来たんだよね。こっちから来てこうで、あのドラゴンゾンビってさ、ここから弓で殺せないかな。ただ指あと50本しかないんだよね。48、どうなのこれ。あ、で、なんかこっち側に行ったんだ俺。下に降りて行けるこれ。あ、下に降りると、あ、でもなんかあるな、あそこアイテムが。え、死なないかな、それが怖いんだよね、やっぱり。
あ、で、こっちはあれか。いけねえじゃんっていう。ただ、向こうにアイテムがあったから、いけねえじゃんっていう話なんだよね、結局。どっからどう飛び降りればいいんだ。ここ行けるか。外側。ここからこうよ。で、あっち側に行けねえわ、結局。ぎゅっ。積んだっぽい。これ積んだんじゃね。一応回復しとく。おおー、いけたー。あ、こいつあれか、さっきの死体か。で、結局ここに出るんだよね。あ、これどうすりゃいいんだよ、本当に。55とか。いったい。1とかさ、まあ、縦に当たったんだな、きっと。突っ切る？突っ切るしかないか。1体ずつ、どこまで来る、こいつら。1体ずつおびき寄せて。なんか呪術のな、なんか全員巻き込んで倒せるようなものがあればいいんだろうけど。誰かに渡ってる。一回ずつ回復して、もうここはちまちま行くしかない。逃げろ逃げろ逃げろ、もうこれ逃げるしかない。もうなんとかやり過ごそう。よいしょ。まあ一発で立てるか、骸骨検視会だったら。ここは開く？これで正面通じる？もしかして。そうしてくれるとマジ楽。通じたね。よし、休んじゃおう。で、かつレベルアップもうしよう、ソウルがあるんで。ここはね、持久力振って装備重量増やそう。これでどれだ、盾が、大足がいけるはず。またいけないか。少しソウルを砕きますか。これでレベルアップができますね。体力増やそっかな、まあ、筋力32、技量もなんか20くらい欲しいっちゃ欲しいんだよな。体力20くらいは欲しい気がするんだよね。どうしようかな。技量を20まで持ってくか。まず竜狩りの大槍みたいなのが使えるんで、でまずは例によってこいつをまずおびき寄せる。止めて倒したけど体力も奪われた。で、ここが開通したのは楽だな、だいぶ楽だね。で、あの女神像のところのな、ファランクスみたいなのがほんと邪魔だけど、こっちもなんかあったよね、そういえば。なんか侵入された気がすんな、ここ。まあ1体ずつちょっと処理していきますか。人がいっぱいいる、人がいっぱいいる、人っていうか。よいしょ、オッケー。アイテムゲット。
アイテムゲットソウルばっかり。なんかこれだっていうアイテムはないね今のところ。こっちにもものがあるんで取っていきましょう。ソウルばっかりだな。こっちの方は何にもなしか。あとなんか落としたよね、その上からアイテムを。あ、こっちファランクスがいるところだ。こっちの方見ていきましょう。なんかアイテムがあるようなないような。あれ、あれは別？いやつが来るからな。ほら俺のが遅い。ただ狭いとこでは戦いやすくなってる。炎が有効。あれこっち側っていけんの？あ、いけんじゃん。ほら外した。ほらおい。あ、こっち側からもいけんだね。狭いところはイクレタクスの方が戦いやすい。お、アイテムを発見。ソウルで、待って、来た。ほらこれ両手持ちにした方がいいかな。ほら全然ダメだ。ちょっと待って、痛い。実は何とかしたいよね。何なのっていうのはあるけど、あっちにアイテムがある。取りに行こう。アイテム回収。人間性。上に行けるね。ああ、そこにもアイテムがある。犠牲の指輪。犠牲の指輪あんまり使わないからな、そもそもが。こっから狙える？こっち側にはいけないか。何匹いんの？マジで怖い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 。でもここはもうこれだけ。こっち側とかなんかあるけど普通に行けるね。え、ちょっと待って待って待って、開く鍵がかかっている。何にもないで、こっちに戻ってくんだもんね。ファランクスすげえ厄介だな。このさ、女神像みたいなとこなんかなかったっけ、仕掛けが。一体ずつっていう感じでも激だ。ほら一発で倒せねえかな。よし、これで全員処理したかな。結構大変だったけど全員処理したね。ゆっくり探索しよう。何にもなさそうだけど、ここの鍵なんだな。あと欲しいのはこっち側とか。あー、登れるところはあるね。
どこへ出てくる？アイテムがある。いるね。ここはもうこういうのがいるからな。ちょっとおびき寄せてエスト飲んで。向こうのが早い。振りがなやっぱり早いよね。あちゃ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 あ、マジかよー。ファランクスもう一回倒さないとダメか。あれ超時間かかるのに。いっぱいいる。でもまあここだったらシカトできそうだよね。シカトしていこう。であれ、なんかまたわけわかんないところに出てきたな。あ、こっち？ちょ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 、こう来て、あ、ここにあれがあるわ。ぶら下がってんだよねこいつらが。まずはこっちを倒す。こいつも倒す。だって弓マンがいるかな。どこだ？まあわかんないけど、軸をずらせばなんとかなる。ソウル回、結局おびき寄せよう。きちんと縦受けして攻撃、縦受けして攻撃で、下にも行けるね。下に行ってみよう。ん？ちょっと待って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 、降りる。さーっと降りちゃって大丈夫。ちょっと待って、いる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 。あ、いないか。骸骨に注意。え、もしかしてここ、そういや車輪骸骨が出てくるとこじゃん。来た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 。こいつらマジでやべえかんな。来た来た。危ねえ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 。今安全回復しよう。暗いしな。これ歩いてて大丈夫なの？なんかいきなりさ、いた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 、来た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 、いった、引かれた、引かれる、いって、こいつらマジ危険だよ。さて、もうちょっとこのアイテムをまっしぐらまっしぐら、とにかく取る。クソール、痛い、引かれた。え、なんだなんだ。ちょっと待って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 、一応回収しとこう。痛い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 。どっからどうどうどう行けばいいんだか分かんない。どこ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 、とりあえずジグずらそう、ジグずらそう、ジグずらそう。うわっ、うわあ、ほんとイカれてるよな。隠し扉があったっぽいよね。多分サインっていうかメッセージ出しててくれるから、そっちの方だな。とりあえず奥に奥に奥に突っ込んでって。うわ、いた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 、わかんない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 けど、これを取る。うわ、取った取った、デスルーラー。オッケー。これで別棟の鍵ってことは向こうに行けるってことか。もうここには立ち寄らない。この右側だったよね。ここが開けば。嬉しいんだけど、どうだ？よし、ペットの鍵。使って結局どうすんの？まあいいや、進んでいこう。狭いね。敵がいる。左は？待て、こいつは、け、またこいつか。両手持ちに切り替えよう。よいしょ。で、下がる。一発、撃って、ドリングできる。あれがない。ちょ、待って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 。撃って逃げる。
もう遅くなっちゃったよ。一回回復しよう、普通に。どっから撃ってきてる？あそこか。こいつは本当危険だよな。撃って逃げろ逃げろ。毒のさ蓄積紙がさなかなか治らないからね。何これ、すげえでけえ穴があるんだけど。げー、なんだよこれ。また来ちゃ、見つかった、発見された。意外に強えかんな。一回エスト飲んどこう。なんだ、来るか。おらおら、え、びっくりした。あ、そっか、俺の毒のあれか。あーなるほど、これ飛ぶんだな。これバック取れんのか。だから割とひるむね。いってー、そうだ、こんなやついたわ。危ない。今回はその人を倒すという目的ではないので、エストをガンガン使っていってもいいかもね。あれ回収してさ、また奇跡書に注意。あ、こっち行けるじゃん。回収してまた死んでもいいや。死を確保して沈黙のなんとか、よくわかんない、よくわかんないけど回収して逃げる。こっち、あそこに、あそこにあるあるある、アイテムはとにかく回収。おお、ベルカ、ベルカってあいつじゃん。一式ゲット。ふわっ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 ふわ。おりゃ、これなんかあいつは向こうに落ちんだけどさ、来んの？なんか飛べるわけじゃないよね。飛んでくるけどさ、これってここに落ちるとどうなんの？死ぬことはないかな。死ぬことはあったわ。で、左から来てんだよね。まあまずはこいつを倒すか。あれ、こっち行ってないな、そういえば。っていっぱいんじゃねえかよ。よく見たら。撃って逃げる。ええ、無理だよ。すげえいっぱい来てんな。あ、いったがマジできつい。もういいや、毒覚悟でぶっ倒す。おお、あそこになんかアイテム。大丈夫これ取って。まあいいや、取っちゃおう。ん、あ、暗い火種、やった、火種ゲットした。そうか、ここ来てよかった。げ、いっぱい降りてきた。ちょっと待って、いっぱい降りてきたよ。ここなんかあんの？魔術の予感。俺にはそんな予感はしないぞ。あ、待って待って待って。ほら、いや無理だ、同じ動きしてんな。え、魔術の予感、あ、魔術のファランクスがいっぱい動いてる。こっちまで、あ、来てんな。待って、後ろからさ、今あれ撃ってくるやつがいるな。これはちょっと撤退撤退。こっちを回収しよう。でこっちに来て、結局何なんだ。あー、こっち、ちょっと待っていいよ。やられた。種火を取ったのはでかかったね。誰に渡すんだあれ。小ロンドイソキにいるやつかな。でね、生身にね一旦戻っ
て、ちょっとこっちね、なんかね、闇霊に侵入された気がするんで、侵入された気がするんだけど、こいつらはマジ先に排除しときたいね。戦ってらんないかな。熱い。エストも飲んじゃおう。なんかここら辺をうろついていると出たような気がする。ほらほら、ってか敵がいっぱいいる。あれどっかにいなかったっけ。あ、いた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 。ジェマイヤ。どこ？あ、いた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 。なんだこいつ。呪術師だったな、確か。あ、厄介だ、厄介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 。後ろ取れるのかな？おお。ちょっと、ちょっと、火力がなんか怖いな。一応ね、あれなんかすげえ強そうなんだけど。お、待って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 。怖え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 。おりゃおりゃ、無知だね。あ、待って待って、これは炎がいっぱいくやつだ。あっちぇー強い。何あいつ、謎のターバンみたいなのかぶってんな。まあいっか、あいつほっとくか。あれこっちアイテムがあるね、取ろう。あ、ベルクの差し剣、こんなとこになったんだ。種火さえ取っちゃえばもう用はないかな。ここ来た、こいつらマジやだ。弓少ないけど使っちゃおう。撃ったところを撃つ、射抜く。負けた、射抜く、射抜く。もう弓の本数がないぞ。30本切っちゃったよ。ここ本当にもう何もない？こっち側とかここも何もなさそうだね。だいたいアイテムは取り尽くしたかな。来てたか。でここまで来て、あのドラゴンゾンビってどうやって倒せばいいの。アイテム回収しよう。死の盾、ちょっと待って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 、なんか怖い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 。ひえー、おおおおお、めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる。画面が揺れまくってんだけど。あとゲボ入ってくんだよね、だから。ゲボはすぐ。いや、こっから撃つしかないか。24本。ちょっと弓がなくなってしまったな。火球を装備する。呪術の火、これでどこまで戦えるか。一回ちょっとこっちにゲボ入ってもらって届くかな。
おりゃ当たった。そこそこ強えぞ。10まで鍛えたから。よし、これでいこう。今度はせいかな。待て、全然痛い。もうあとちょっとだったのに、余計なことしてしまったよ。弓もないからな。もうまた地道に火球を当てていくか。いや待ってよ、火球の他になんか買ったよね。火の玉だっけ。ちょっと回復は一回あれにして、火球、火の玉、よし、これもこの2つでいこう。で呪術の火にして、よし OK。 あとあのドラゴンゾンビだけだからな、なんとか。まあこれでまたチクチクいきますか。火の玉の方が全然強いわ。足にも当たるからね、こういう時。ほい、倒した。いいやって5000ソウル微妙。めっちゃ苦労したのにな。これはなんだ。お、竜の鱗。まあこれはいいね。でこのまままっすぐ行って、残骸が起こってんな。残骸が起こって、これどうすりゃいいんだっけ。待って、落ちる。え、ちょ待って、ほんとどうすんの。倒すとか、なんかできた気がする。なんかパカッて開くんだよね。そっか。ジャンプ攻撃か。あれ、これ向こう側いけんの。ジャンプ攻撃でとりあえずこいつ立ったけど、あ、下から行けってこと。あ、もともとそういうことね。え、じゃあこれこっち側は。ちょ、気になるは気になる。まあもう弓兵なんてザコいもんよ。いけ、登ってきてる。君たち、ちょ待って、なんでこんなやつがいるんだよ。あ、多分ここか。ここだね。オッケー、倒したー。1300だけ。お、大かけらかー。まあしょうがないかな。間違えた。縦にしようと思ったら、ただしエストを使い切ってしまったな。
やっぱいるよね。そう思ったよ。で、ここ多分開けると1階のところにつながるんだな。はい、わからん。仕掛けで動かないの、仕掛けが結局解けてないからか。ま、謎のまま上から降りてきちゃったけど、じゃあ先へ行きますか。尻尾が有効。かわいいやつ。あなたは誰？私たちの仲間ではないのでしょう。もし誤って迷い込んだなら、その先を飛び降りて戻ってください。そしてもし私を求めてきたなら、それは許されることではないのです。うん、まあ、ボスではあるけど敵対はしてないんだよね最初で。もう一回ここ来れるから。てかこの子をさ殺すのなんか忍びないよね。尻尾切れんだよね尻尾切りたいけど。あなたはあなたの世界に戻ってください。ここは静かで皆優しげですが、あなたの世界ではないでしょう。優しくないよ、何回殺されたことか。うん、帰ろう。とりあえずと。超怖いよね、よく飛び降りる気になるよな。飛び降りてさ戻れるっていう保証がないのにさ。まあ不死だから死んでも大丈夫か。機関のコッペン、ちょ、これさ復活してんだよねこいつら。じゃあちょっとかがり火まで戻りますか。はい、ではエレミアス絵画世界一応攻略終了したので、まあ回収するアイテムは大体回収したよね。じゃあ次回はどこ行こうかなというのを悩みつつ、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。